はい、皆さん、こんにちは。IGN Japan のダニエルです。フリーライターの渡辺拓也です。えー、今日の The Game a w a r s 2021年版で、えーと、ソニックフロンティアーズが、えー、と発表というか続報が来ましたので、えーと、そちらの感想について語りたいと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい ソニックフロンティアーズですね。あの、この間 E3 のタイミングで、一応、ティーザーはあったんですけど、新作ソニックぐらいしか、あの、なかったっていうのはですね、うんうん、あと映像も数秒だけの映像あったんですけど、はい、今回えと、ソニックフロンティアーズというタイトルは正式的に発表されまして、はい、えさらに、えっと、まあ、もう少しこう細かい映像がえと出たので、えー、まあ、なんとなくどのようなゲームなのか、少しだけ、 分かるようになったのであの今回は完全オープンワールドというよりはオープンゾーンと言われてまして、まあ、ソニックの中でよくゾーンもあるんじゃないですか、はい、のなのでいわゆる、まあ、広い箱庭かなっていうふうには感じるけど、えー、の、えー、ソニックゲームなんで、えーまあ、探索しながら、えー、とあるところではこうスピードを走るみたいな <laughs> イメージのソニックだと思いますが、あとは今回の,その舞台、えーと、スター・フォール・アイランドズというところなので、複数のアイランドですね、うんうん、複数の島が、えー、含まれるかなと思うんですけど、まあ、いろんなこの、えー、背景の,その舞台の映像ありました。ちょっと遺跡的な、出て,てくれるようなあの舞台にはなってまして、はいまあ、何かしらの,そのミステリーのあるような感じかな。うんうん かかかなりりブブレスオザワルド感はは、えー、ありましたが <laughs>、はい、渡辺さんはいでですすそうですねやっぱりそのブレス・オブ・ザ・ワイルド感というかやっぱりねそのオープンワールドっぽいのかなみたいのがすごい衝撃的でただそのね先ほどダニエルさんが説明していただいた通りオープンゾーンという話っていうのがあるのと英語版の表現なんですけど、まあ、あとそのソニックでオープンワールドってどうやんのっていう あの疑問があのす映像がすごいと思った同時にそのすぐ後に思ってそのソニックって、まあ、僕そんなソニックめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど基本的に覚え芸の固定ステージを遊ぶゲームじゃないですか。ギミックとか。ギミックとかコースを覚えてでそれを覚えてテクニック的に習熟したらすごく速く走れるっていうゲームであって。 それを完全にオープンワールドにしちゃうとまあオープンワールドにして世界が広ければすごい速く走れるけどそのねソニック的な覚え芸的な部分と相性がいいのかっていうのとすごい速く走ると探索とかどうなるんだろうみたいなところとか結構いろんな疑問が浮かんできてで今のところではまあ何とも言えないんですけど僕の予想ではまあソニックアドベンチャーの。 まあいわゆるステージ選択ハブがすごい広くなった感じなのかなぐらいの印象なんですよね。まあただやっぱりそのねブレスオブ・ザ・ワイルド感というかもっと広大な世界をすごい自由に走り回りたいみたいなあの意見というか感想はすごい多いみたいでそこがどうなるのか。セガ、うん、ああの,のプレススリリースを見ると ハイスピードで自由に駆け回るアクションアドベンチャーって書いてあるんで、期待できるのかなという気もしつつ、実際はどういうところに落ち着くんだろうなっていう気持ちですね、今は。はい、そうですね。ま,あ、まずはあの、発箱庭的なところで言うと、そのまあ、今回いろんな背景の中に、確かにフィールド自体は広いけど、あのまあ、その遺跡とかあるのがいいんだけど、その他にこうなんていう、オブジェクトとか、 敵とか何もないんじゃないですか。<laughs> まあ、今,の今のところは特にね。ねうん、なのであの広いフィールドがあってあの遊ぶものが収録されてないのは、まあ、問題となると思うので、えっとまあ、今回ねあのそういったこう、まあ、ティーザー的な映像だけだと思うのであ,のあれはねまだこれからだと思うんですけど、うん、あの実際にその広いオープンワールドエリアの中でどういう遊びが待ってるのか えー、だいぶだいぶ気になりますね。あの、レスオブザ・ワールドの場合は、えっ、ーまあえー、と、なんていうか、遠いとこまで見ても、どこ見ても、まずそこをたどり着けることはできるんですけど、どちらかというと、行きながら必ず何かが現れて、はい、ああ、そこちょっと怪しいな、ちょっと見てみようと思って、えー、そうなったらまた、こう、ねあの、違った遊びが。 見つけちゃって、それに夢中になって、そもそもどこを向かってたっけっていう <laughs> なるのがあるんですね。うんうん、で今回は、ね、そこまでその、まあ、あの遊びの抱負、遊,びのああ遊,ぶ遊べるものがこう、えー、たくさんベンツにあるのかどうか、うん、その辺はちょっとまだ分からないので、うんえー、その辺ちょっと今の映像だけ見ると、ちょっと心配だなと思いながら、まあ、これからだろうと思いますね。 はいえー、とあとは、まあ、ソニックはねあの特に 3D 系のソニックスピード中心のゲームが多くて確かに速く走れられるけど、えーまあ、ちょっと自動的になってる感がたまにありましてこのボタンをいいタイミングで て敵パン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 ,パンってこうロコンで倒すとか、はい、進んで前に進むっていう間違ったら壁ぶつかったらその勢いが一気にゴーンって終わっちゃうんですよね。うん、でそれはだから私はその 3D 系のソニックそ,それほど普段あ好きじゃないですね。どっちかというと2 d が好きで。うん、なので今回はまさにその探索があるんだからこそ 確かにソニーが早いんだから早く走られるかもしれないけどたまに歩いてもいいよっていうのゆ <laughs> っくり探索してもいいよっていうのもっていう気持ちは <laughs> うん、うん、あのファンとしてありますので、うん、あのそのような体験になりそうのはちょっと嬉しいかなと思ってますそうですねなんかもう今回公開された映像とかスクリーンショットを見ると結構ね景色がすごい綺麗な場面がいろいろあって遺跡だとか滝だとかあと広い海だから湖みたいな場所とかも。 うん、花畑とかもあるんで、こういうところでね、のんびり写真撮ったりできたりしても面白そうですもんね。ああ、確かにそうですね。あの、飯塚隆さん、あの、ソニック・ティーム、ー USA のクリエイティブ・オフィサーの方ですね。はい、あの、IGN、えー、US の方でこう英語でこう報道されてるあのコメントなんですけど、はい、コメントをいただいてまして。えっ、ー、と、 まあ今回はあのソニックフランティーズはだいぶこのフランチャイズの中では大きなあの一方となります<ー>えと。かなりゲームプレイが、えー、進化されて、まあ、ソニックの既存ファンでも<ー>アクション・エベンチャー系のゲームが好きな人でも楽しめるようにはできていますと、えーと。今回はソニックにとっては新しいゲームプレイの、えー、体験にはなっていますので、えー、とすごく、まあ、綺麗な広い、えー、エリアを えー、探索しながらソニックのもちろんあの速度と,、えー、といろんなアビリティを、えー、使えるようになりますと。そういったコメントですね。お<ー>なので、うんまあ、一部新しいこうゲームプレイの,、ねあのまあ、ゆっくり探索する分も、えー、一部その依存の,そのソニックのまあ速度あのは走りとか を楽しむところもあるっぽいですので、うん、まあ、ハイブリッドなソニックとなるかなと思いますので、はい、そこはちょっと楽しみです。そうですね、言葉通り実現できたら、かなり楽しそうなゲームになるでしょうね。そう思いますね。はい、そう感じます。はい、ちなみに、今回の、えー、とザー・ゲーマーウォーズで、えーとまあ、ソニック・フランティアーズについて、大体そのぐらいの情報しかなかったんですけど、はい、えとソニック映画の方ですね、ソニック2。 えのトレーラーもありましたので、えー、とソニックファンはね、結構いろいろ楽しめるコンテンツ、今回のゲームオーズにあったんですけど、ソニック2のステージ、あの飛行機に乗っているステージ、ね、テイルズが飛行機を運転して、<ー>ソニック上に立ってるシーンとか、はい、ソニック3から出てくるこう、ね、あのナックルズあの、エッグマンにな何かこう呪いをかかられて、まあの、呪いじゃないけど、嘘をつかれてあの、ソニックの敵として出てくるナックルズの。 しかも声がインドレス・エルバーって不思議なもんですけど <laughs> か、えーと、登場するトレーラーもあったので、それも見ましたか渡辺さん僕、ちょっとそっちはチェックできてないですが、<ー>そんなにそのソニックが盛り上がる回だったんですね、今回のゲームアワーズ。そうですね、はい。 まあ基本的に現代のアメリカで行うストーリーだったのが今回はちょっとこうファンタジー路線が少しだけ強くなったかなっていうのは私にとっては嬉しい話なんであのでソニック映画も良かったんで続編楽しみっていうのもありますのではいソニックファンはいろいろ満足できるゲームアウォーズになりました <laughs> はい大体そういうところかなえソニックのえソニックフロンティアーズのえーと最新情報をお届けしました皆さん どうですかえっ、ー、とソニックのティーザートレーラーについて感想をぜひぜひ、えー、コメント一覧で教えてください,いチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますまた次回までお待ちしております